第2回、学術俯瞰講義見えない社会を見るために、今日もたくさん、ご参加いただきありがとうございます。第1回もたくさん来ていただいてとても良かったです。それからミニッツレポート拝見しました。たくさんいろいろご意見いただいてありがとうございました。あまりこう学部特に1年生とお話する機会がないもんですから、ああこういうふうな考え方なんだなとか、こういうふうに感じるんだと思って、とっても学ぶところが多かったです。で、次回以降もこういう形にしたいと思うんですけど、ミニッツレポート書きっぱなし、いただきっぱなしはあんまりやっぱよくないと思うので、講師の先生にもしそれ読んでもらって何かリプライがあれば、少しこの場で翌週の最初のところでこういうふうなご意見に対してこういうふうなことをリプライとして感じましたということをいくつかご報告をしながら、そういうキャッチボールで進めていけばなというふうに思っています。まあ、たまたま先週私だったのでいくつかレポートをいただきまして、ちょっとだけ少し答えます。質問で どうして希望について研究するようになったのかっていうのが気になりますとか、なんで希望なんて考えたんですかっていうのはやっぱりいくつかいただいたので、前回それなりに喋ったつもりではあったのですが、ちょっと簡単に言うと、いくつか理由があるんですけど、大きく2つぐらいあります。僕は社会科学研究所っていう東大にある11の研究所の一つで、この希望の研究っていうのは研究所のプロジェクトとして、うちの研究所44人教授、准教授いるんですけど、その中で、2005年から始めたプロジェクトです。でうちの研究所は昭和21年1946年、太平洋戦争の翌年に作られまして、新しい研究所です。目的は3つありまして、やはりこう戦争の反省というのがあって、やっぱりこういろんな意味でこう縦割りとか、よく東大タコツボって言葉使われますけど、いろんな分野の垣根を越えてもっといろいろ議論をする環境を作んなきゃいけないということ。2つ目が国際比較。やっぱり太平洋戦争っていう無謀な戦争に突入したのは、やっぱり日本の国力とか日本の状況を世界と冷静に比較検討するっていうふうな目がやっぱり社会全体に行き渡ってなかったんじゃないかっていうんで、国際比較をする、そういう新しい研究所を作ろう。で3つ目のミッションが、やっぱり今国民の生活に直接関わるようなことをしていかなきゃいけない学問として、学問のための学問ではなくて、やっぱり国民の意識につながるような研究をしなきゃいけないってことで始まったところです。で、考えた時に、2000年入って一番大きなテーマいろいろありましたけど、やっぱりなんで希望がないんだろうっていうことを考えなきゃいけないって思って、それで始めたっていうのが一番大きなところです。所詮やっぱり希望なんて心の持ちようじゃないのっていうふうなこともやっぱり意見たくさん多くて、それは私たちもこれまで随分言われてきたんですけど、前回話したように痛みっていうものはなかなかうまく定義できないんですけど、痛いっていう言葉にするっていうことは事実としてあるわけで、そこからいろんな医学の発展があると。希望っていうのは何なのかよくわからないんですけど、希望が あるっていう言葉を発するとか、希望を持って何か行動するっていう人がいたり反対とかいるわけで、そこから何か考えていく。実は希望っていう言葉ではないですけど、経済学、私経済学なんですけど、中にはこう希望に近い言葉いくつかあります。例えば実はアダム・スミスの国富論っていう一番有名な経済学のにも希望っていう言葉が出てきます。人間はなんで当たる確率が低い宝くじとかそういうのを買ってしまうんだろうとか、実はそういうのは原動力になってるんじゃないかとか、ケインズっていう有名な経済学者の一般論っていう本の中にはアニマルスピリットっていう言葉が出てきます。アニマルスピリット、つまり動物的な野心っていうのが実は将来のお金の計算を超えて社会を引っ張っていくんだとか、シュンペーターという学者はアントレプレナーシップ、起業家精神、何か自分でやっていくんだっていう、そういう精神がやっぱり経済を持っていく。だから心の持ちようの問題っていうのはやっぱり実は経済と結びついてるっていうふうなことも意識の中ではありました。3番目、もうこれで終わりにしますけど、もうちょっとアカデミックな話をしてほしかった。アカデミックがあるかどうか知らないがなんて意見もたくさんいただいて、ああそっかと思いました。僕は1992年に初めて大学の先生になりまして、そういう意味でアカデミックという世界に生きて二十何年になりますが、正直言いますね、アカデミックってなんかよく分かりません。だから皆さんがアカデミックっていうのはどういうことを想像されてるか分からないし、これから佐藤さんにお話しいただく話がどういうふうなアカデミックに見えるか私も楽しみにしてますけど、実はよく分かりません。ただいくつか思ってることがあって、博士課程の学生とか修士課程の学生と論文を書くときに、やっぱり論文に必要なものは3つあるんじゃないかって話をしています。1つはやっぱりこう厳密性であること。
やっぱり思いつきだけで学問というのはできないだろうと、何らかの厳密な論理設定であったり証拠立てであったり、やっぱ厳密性ってアカデミックにあるように思います。2つ目はやっぱりなんか重要性がある、その問題にファイトすることによって何か社会を改善できるとか、未知のものを明らかにするとか、病気が治るとか、やっぱりなんか重要性っていうものがあるんだろうと。3つ目は何かっていうと、やっぱり独創性だと思っています。オリジナリティ、やっぱり学問は進歩していかなきゃいけない。その時には何が必要かっていうと、今やなかったような新しいアイデアを思いつくとか、そう実証するっていうことが大事で、やっぱり重要性、厳密性、独創性のどれかがあって、やっぱ学問ってできてるんじゃないかなと思っています。もう一つだけ言って終わりますけど、あと学問に必ずあるものって一つあると思っています。それは何かっていうと、ピアという概念です。ピア、P-E-E-R、 ピアって何ですかね。ピアっては仲間って訳されます。学問ですごく大事なのは、学問は独りよがりではダメなので、常にピアによるチェックというのがあります。論文を書くと雑誌に投稿し、それをやっぱりチェックを受ける、これは正しいとか正しくないとか、このプロセスをピアレビューって言います。つまりピアによってその真偽を考えられて議論が進んでいく。だから独りよがりでは多分アカデミックって成り立たないんでしょう。そう考えたときに、じゃあピアレビューって何が大事かっていうと、実はよく強調される批判精神っていうのはとても大事です。けど一方で批判精神並んで、やっぱりそのちゃんと評価をする。だからよく学会とかに行くと、一つの形っていうのは、この論文なり研究なりアカデミックのいい部分をちゃんと表現できる、認識できる、良さの肯定的な評価と、やっぱり改善すべき点についての鋭い批判的精神っていう、この両方があって多分ピアとか信頼関係でできると思っています。長くなりましたけど、もし可能であればミニッツレポートってのはアカデミックのプロセスですから、感想を書くときに良かった悪かっただけではなくて、ここがとってもなんかすごく自分にとって新しい刺激になったっていうふうな面と、やっぱこの点についてはもうちょっと知りたかったって、やっぱり両方のバランスがあると、すごくアカデミックなミニッツレポートになるんじゃないかなってことを拝見してて思いました。ちょっと長くなりましたけど、前回の話のリプライです。今日は私も楽しみにしてきました佐藤俊樹さん、総合文化研究科の佐藤先生のお話です。桜花っていうのね、桜花の時空、一体どういうストーリーになるのか楽しみで、とても楽しみです。佐藤さんに今回お願いしようと思ったのは、今日の話と同時に佐藤さんは日本の不平等社会、日本の不平等化っていう問題の提起をした第一人者です。2000年に書かれた不平等社会日本という本がすごく大きな話題になって、前回お話ありましたけど、総中流社会とか平等神話というものに対してみんながもう一度考え直す、すごく大きな問題提起をされた方です。そのいろんなストーリーがあって、本屋さんにもあるし図書館にもあるから、ぜひ読んでいただきたいんですけど、僕は戦後の日本の社会科学の名言だと思いましたけど、佐藤さんが書かれた本の中にこういう表現があります。機械の平等っていうのは後からしかわからないんだっていう。よく我々平等っていうけど、機械の平等と結果の平等っていうのを考えて、やっぱ機械の平等が大事だよねみたいな話を何気なくします。けど実際社会の中でどういう状況で機械の平等が保たれていて、どういう状況に頼まれていないのかっていうのは簡単にわからないわけです。スポーツの大会だと、よーいドーンの瞬間をみんなが見てますから、あ、スタートラインは平等だったなってわかるわけです。で、社会のよーいドーンっていうのは同時に起こるわけではなくて、断続的にも起こるし、時間差を置いて起こってくるわけです。だからそこに本当に機械の平等があったかどうかなんてことは、実は社会の中で簡単には見えないんだと。だからこそ、そういう状況の中で本当に平等があるのかないのかなんてことをどう見ていくのかっていうふうなことの問題提起をされたのが佐藤さんです。非常に鋭い指摘で、今でも重要性のある指摘だと思っています。今日はそういう不平等の話ではなくて、佐藤さんのいくつかあるその研究の大きな柱、オリジナリティの中のうち桜花の時空ということでお話をいただきたいと思います。ではよろしくお願いします。はい、ただいまご紹介に預かりました佐藤です。そうですね、最初にお話を源田先生からお話をいただいたときには、不平等でもいいですし、多分一瞬弱気になったんでしょう、何でもいいですと書いてあったので何でもの方に食いついて、桜の話を、しました。で、実はですね、それは、なんていうかな、私自身のスタイルでもあります。多分特にここの、前期の1年生の人にとって、僕は基礎統計を教えている教員でですね、誘導関数だの何だのというのをですね、時々ブツブツ言いながら喋っているんですけれども、そういうような基礎的な部分、知識、あるいはスキル、
そんな部分を身につけることはとても大切です。ただ同時に、この、学術俯瞰講義の最初のコンセプト Cool Head and Warm Heart で行きたいと言われたときに僕が感じた魅力っていうのは別のとこなんですね。つまり、実は不平等の話なんか典型的にそうなんですけれどもやってて暗くなるんですどん暗くなるんです。でそれはいろんな理由があります。多分一番大きな理由の一つはですねこれ意外に忘れられやすいことがあるんですけれども不平等というのは再配分の話なんです。それはどこかで誰かの状態を改善することは誰かの何かを奪うことであるという非常に強い制約条件の下で考えていかなければいけない問題であります。で、だからですねこれ本当に真面目に考えていくとどんどん暗くなっていくんですね。で、そのことも多分重要です。人は暗くなっていく問題考えたくない問題から逃げようという癖があります。で、逃げようとした瞬間に物事の本質を捕まえ忘れ非常に耳当たりが良い言葉に沿って現実逃避を始めるという癖があります。で、だから頑張って考えろっていうのは非常に重要なことなんですがでも同時にこれも今源田先生がおっしゃったように最終的にはですね人はどこかで前を向かなければ物事をきちんと考えられないという特性があります。それがおそらくウォームハートの非常に重要な中身でありそして先ほどの源田先生の話に合わせて言えば希望というものが社会科学に持っている重要な在り方です。で、もちろん社会科学において希望がどういうものであるかその他に関して私と源田先生の意見が完全に一致するわけではないです。多分私は源田先生よりも数段性格が悪いのでおそらくかなり違うと思います。ただ一つ言えることはやはり希望がないところに本当に考えることはできないんだ。とりわけある人を良くすることがある人を悪くすることになったりする社会科学においては特にそうだということは多分私も源田先生も同じように思っているのではないかと思っています。まあそういう意味で、せっかくなので暗くなる話ではなくてそれなりに明るい話あるいは単純に聞いていてそれだけで楽しめる面白い話を意図的に今回は、最初であるということもあったので入れてみようと思いました。で始めたのが、この大岡の軸という話です。で、心情と論理の話から、入っていきますが、まあ、桜というのはですね皆さん、結構いろんな形で見られていると思います。で桜の春というのは日本の代表的な景観だとされていまして、日本のらしさの象徴シンボルとして、よく言われています。で、よく特に日本関係でですね出てくる話は日本人は昔から桜を愛していたという話がよく出てきます。で実際、桜の春というのは日本の代表的な景観で特に海外から戻ってきた人あるいは海外からいらっしゃった方日本は年度代わりで人が動くので3月の末から4月の始まりというのはいろんな形で人が動く時期なんですがその時の桜の情景というのは強烈に印象的だというのをいろんな人が書いています。で、その中でも東京というのはいわば桜の都と言えるほどの桜が豊かな、場所です。で、実は桜というのはいろんな形で咲いていまして、花が咲いている時期も、かなり早いです。で東京で言いますとですね、おそらく一番早く咲く桜はここで挙げた寒緋桜だと思います。場所と日照時間にもよるんですけれども2月の中旬ぐらいから咲いています。この寒緋桜というのは、沖縄諸島および台湾の北部から、おそらく福建省の沿岸ぐらいもともとは咲いていたと思いますけれどもそういう南の桜です。で、それからだんだんいろんな桜が咲いてきます。これは河津桜と言われる桜で、さっきの寒緋桜を一部交配して作られた桜です。これ最近、東京の辺でもよく見るので、実は見覚えがあるかもしれません。3月の上旬ぐらいに咲いています。で、ここの本場は、伊豆半島の河津というところです。で、それから、少しずつ、伝統的というか、昔から、この列島の上で咲いて
コノゼットというか正確に言うと本州島の上で咲いていた花の、がシリーズが、東京なんかで始まっています。これは寒桜と言われる桜で、江戸彼岸と、寒肥桜を交配したものだったんです。でこの桜、この、大体ですね、これだと、3月の半ばぐらいに咲いています。で実はこの桜、駒場の北京城の端に実は咲いています、その写真をそのまま撮った、ですからね、この写真を撮るときに、私は後ろからホッケーの玉に頭をぶち割られる危険を犯しながらですね撮っていたんですけれども、そういう形でもし心に残っていたら見に行ってあげてもいいのではないかと思っています。そして実はちょうど同じ頃、先ほどの河津桜が緑になって変わってきます。でこの辺から、3月の終わり、3月の下旬ぐらいに入ってくると、これも最近、かなり増えてきた、特にマンションの植栽によく使われる、非常に鮮やかな、色の、桜になっています。陽光といわれる園芸品種です。でちょっともう今日話をする予定、余裕全くないんですが、実は数百年ぐらいの単位で見ますと、現在桜の花の色が大きく変わりつつある時期です。大正の終わりから昭和の初めにかけて、桜というものは白い花、あるいはチェリーピンクという薄いピンクの主な白系統の花を中心としてイメージされていました。それがここ、10年か20年ぐらいの間に徐々にカラフルな色が入ってきています。その辺はまたいろいろ面白いことはあるんですけれども、その中の現在では代表的に使われる、品種の一つです。でそこから、少しずつ、よく知られた桜が入ってきますが、これは大島桜の中でも早咲きの大島と呼ばれる種類の一つです。で、白い大きな花と鮮やかな緑色の葉を、特徴としている花です。でこれは南関東が、自生地なので、特に東京周辺ではいろんな形で見ることができます。で、後ろあのバックが非常に鮮やかな、紺碧の青になっていますが、3月の下旬から、4月の上旬、まあ、特に3月の後半部分は東京の空が最も美しい時期の一つです。冬の雲が春の風に吹き飛ばされ吹かれて非常に、上まで澄んでいる時期の中で、この白と緑の、桜が咲いているというのは非常に綺麗な光景です。で、それから江戸彼岸、これいわゆる彼岸桜で、その中でも特に、枝がしだれる特徴を持っているしだれ桜が、この江戸彼岸であることが多いのですが、それがこういう形で、咲いてきます。で、あ、これはそれの中でのしだれ系と呼ばれる江戸彼岸の一つです。で、先ほどの大島桜の早咲きではない方の、大島桜がやっぱこういう形で、咲いてきます。この辺白と青 の、 あのコントラストが非常に美しい桜の一つです。で、こういう形で、それが終わって江戸彼岸は、彼岸という名前から分かるように春分の日を中心として咲きます。東京ですと現在は、これ地球温暖化が影響を受けてなかなか正確な月表というのが難しくなっているんですが、だいたい3月の半ばから下旬に関して咲くのが江戸彼岸、そして大島桜が咲いていきます。そして4月の初めぐらいからソメイヨシノ、現在ですと東京日本のだいたい7割ぐらいがソメイヨシノではないかと考えられていますが、その桜が咲いていきます。これは、駒場の学生さんたちであればよく知っている駒場1キャンパスの緑に見えているのは北京城ですね。それの、桜の並木の、光景です。で、もうちょっと、坂下門、通称猫門、もしくは、昔の、多分源田先生ぐらいの学生ぐらいまでは丸賀門と呼んでたかの門なんですけれども、その門からそのまま北京城と2号館、11号館かな、そっちの方向に出ていく道を抜けるとこういうような、桜の並木になっています。
東京はいろんなところで桜の名所がありますが、実は駒場キャンパスというのは東京の中、特にその中でも目黒区の中でも特に桜が美しい場所の、一つで、それにはまたそういう形で見ていくといろんな、風情というのがありまして、これは同じように、撮った場所は実は上野ですけれども、夜桜の形になっています。でこれなかなか撮りこれで見にくいんですが、花びらが風によって散りながら、散っている夜桜になります。でこれ実はソメイヨシノです。ソメイヨシノというのはなかなか花の色が非常に面白くて、こういう夜のぼんぼりみたいな、光に照らされると夜はピンクになるという形で楽しめる、昼間は白く夜はピンクで楽しめるという点で、非常に優れたというのはあれですけども、楽しめる桜になってきます。で実はこのソメイヨシノが大体東京で言いますと4月の下旬、上旬ぐらいに、散り始めます。そしてその後、4月の半ば、中旬を中心として、咲いてくるのが八重紅しだれという、桜があります。でこの桜はですね、例えば、一番有名な文学作品でいうと谷崎潤一郎の笹目駅で、明治神宮の桜、平安神宮の、神苑の桜として出てきます。同じように川端康成の、どう忘れしましたが、やはり京都を舞台にした有名な作品の中でも出てくる、桜です。で、撮ったのは実は国立劇場の前です。八重紅しだれは実は、小さな遺伝子変異がかなりあって、とても綺麗な八重紅しだれと普通に綺麗な八重紅しだれがあるんですけれども、国立劇場前のは、とても綺麗なものの一つになっています。でこれ今は京都を代表する桜として知られていますが、おそらくもともとは仙台に咲いていた桜だと思われます。でこういうふうにですね、日本は桜の国であったわけですけれども、最近はですねこれをめぐっても国際紛争が、勃発しています。特に、今年の春はいろんな意味で私も興味深くですね見ていたんですが、実はですね韓国では桜は韓国の花だというふうに言われています。で、先ほど、日本の桜の7割はソメイヨシノが占めるという話になりますけれども、特に韓国のいわゆる、一般紙やテレビにおいてはソメイヨシノは韓国で生まれた花だという話が普通にされています。で最終塔が起源だという、議論がという話がむしろ常識として、知られています。でだからですね、例えばある種の書き込みなんかで言うとですね、桜を日本に取られて悔しいと本気で書いてあります。で同じようにですね、でこういう形である種の日韓の、紛争がずっと続いているんですけれども、これに、割って入る形になったのがここ 2,3 年の中国で、最近の中国ではですね桜は中国の花だと言われています。で、ヒマラヤから東大に日本に渡った花というふうに、言われるようになっています。で、ここでもですねもう最近毎度おなじみの東アジア三国志が、繰り広げられて、また歴史の衝突かという感じになってくるわけですが、例えば具体的にどういうふうな言われ方をされているとこういうような感じの言われ方をされています。日本は韓国起源説に対抗してソメイヨシノの自生地を探すために全国をくまなく訪ねてみたが失敗し、誰かが交配して作った、栽培種と結論付けた。で一方で春菜さん、これは最終党の手法ですの、大桜は野生種だ、日本のと韓国の大桜、日本の、大桜とソメイヨシノは形態が同じだが自生地が榛名山にしかないから、最終島の大桜は日本のソメイヨシノの元祖だというふうに、書いています。で、
これは、ハンギョレ新聞という韓国の中では最もナショナリスティックでない、例えば、ベトナム戦争時における韓国軍の虐殺だとか、ベトナム戦争時における韓国軍の慰安婦女についてもちゃんと報道している非常に珍しい韓国の報道機関の記事です。で、それだけにですね、これをめぐる、問題というのが非常に根深い、あるいはいろんな形で歴史をめぐって争われている案件の一つだということがわかると思います。で、次に、中国の話ですけれども、多くの資料が桜の起源は中国だと証明している。日本にはもともと桜がなかった。日本の専門書によると、桜の原産地は中国で、日本には東大にヒマラヤ山脈地域から伝わったと記されている。一瞬最初に読んだ時にですね、ヒマラヤってチベット、ヒマラヤって中国だっけっていうのがまず頭に浮かんでですね、でこれ別に嘘を書いてるわけではなくて、実は、桜の原産地はヒマラヤの南麓だったと考えられています。で、じゃあネパールじゃないっていうふうに思うかもしれませんけれども、実はヒマラヤ山脈の中にはいくつか大きな川が横断する形になっていて、その川沿いにヒマラヤ桜は実際に咲いています。ですからチベットを中国だといえば中国が原産地だということは可能なわけです。ただ問題はいつ来たかという話ももちろんなっていくわけですが、その話はまたやっていきます。で、さらに言うとですね、この辺が三国志で笑えるんですけれども、簡単に言えば桜は中国で生まれ、日本で発達した、韓国は何も関係がない、言ってるのが中国の方だというのが、この辺が面白いところですが、こういうような感じになっています。で、こういうようなことになってきたときに、当然、現在の特に日本の一般的な世論、あるいは普通の人の考え方と言ってもいいと思いますが、またかというふうに思うわけですね。やはりまた売りならせ、売り起源説かよっていうのが、多くの2チャンネル系の人が思うことであり、そしてもちろん桜について研究している私自身も思うことの一つです、正直に言えば。で、ただそれに対してどう考えるか、先ほど申しました、先ほどこれも源田先生がおっしゃったように、単に悪口を言い合う、あるいはしゃべるのではなく、ある種のアカデミックな対応をする、考える、あるいは学問というものを使ってで対抗するというよりも、いかに対応するのかということを考えてみること、これは実は社会科学にとって重要な課題だと言えます。で、その時に、いくつかの多分解決策が考えられております。で、一つはですね、もちろんより厳密な科学的な解明というやり方です。で、実は桜の場合にはこれは比較的、簡単にできて、先ほど申しましたようにソメイヨシノをめぐる、日韓の起源争いというのは実は科学的にはすでに、だいぶ前に決着がついています。とソメイヨシノの地地形がの、かなりの部分がさっき、見せました大島桜であることは遺伝子解析によって分かっているので、そういうことを言うことができます。で、桜の原産地はヒマラヤですが、主に南麓だというのは先ほど申しました。そして問題はいつ日本列島に来たかですけれども、少なくともですね、250万年前には来てたということが化石によって分かっています。だから東大だというのがちょっと変なんですね。実は東大だという言葉にはある意味があるんですけども、それはまた、少しずつお話をしていきます。で、そういう形でほら厳密に科学的にいけばこうだろうこうだろうこうだろうという形で言うことができます。でもそれで問題が解決するかというと、実は社会をめぐる問題というのはそういう形で解決をすることが意外に少ないという特性があります。つまり社会というのはですね、ただ頭で分かるだけではなくて、それを心で受け入れられるかどうかということが重要になっています。つまり機械のように動いているわけではなく、心を持った人間が作り運営し動かしていくのが社会。だからクールヘッドだけでは収まらない部分、つまりまさにそこではハートの部分に対してどのように働きかけることができるか、あるいは
どのように自分の主張を向こうに伝えることができるか、そこまで考えていかないと社会の問題を解くことはできなくなります。で、そうなってくるとですね、逆に言えばどういうことを考える必要があるのか。厳密に科学的に言えば、明らかに決着がついている問題がなぜ繰り返されるんだろう、なぜそこで終われないのだろうという問題を考えていたときに、実は東アジアのいわば、現実空間といっていいと思いますけれども、におけるある非常に、特徴的なものの言い方、あるいは考え方の癖があるということに気づかされます。それは、これは別に私オリジナルじゃなくて、いろんな人が言っていることですけれども、起源をめぐる議論あるいは観念が強烈に強いというか、つまり、それは起源は〇〇だから〇〇の何かが正しい、例えば、起源はが日本にある、だから日本の桜が本物であるみたいな言い方が非常によくされています。で、これは現在のですね、例えば歴史社会学とあるいは言説分析の言い方だと、オーセンティックヒストリーという言われ方をします。つまり正しさというものと起源が結びつく形で価値づけをやっていく種類の歴史の語り方というものなんです。で、実は桜というのはそういう意味で、現在では東アジア三国志のオーセンティックヒストリーをめぐるさまざまなぶつかりの中で揺れ動いているという特性があります。で、問題はこれが先ほど申しましたように、科学だけで決着をつけることができなくなっているということです。で、そうなってきた場合には次に何を考えていけばいいのか。それはある意味でそうしたものの背後にある心情みたいなものを単に否定することでもなく、解体することでもなく、うまく解除するということを考えている。そしてそれを可能であればサイエンスと結びつける形で考えていくというふうにやって解いていくことができる。この辺で自然科学だけではなく社会科学も絡んだ形で物事を解いていく。先ほど源田先生が社会科学研究所 のことをお話になりましたが、例えばそれに対して同じように学際的ですが、教養学部総合文化研究科の大きな特徴は理系と文系が一つのセクションにある、それもほぼ対等にあるという大きな特性がある。で、そういう意味で、まさにナチュラルサイエンスとソーシャルサイエンスと両方を使ってアプローチし解いていくという形を、宣伝するにはこれが一番良かった材料なのでわざと選んだわけですけれども、そういうふうに考えていくことができます。じゃあ具体的にどうすることができるか、どういうふうに考えていくのかというのをこれから少しお話をしていきたいと思っています。で、まあ一番目はそういう話になってきて、しかし先ほど申しましたように、ただ言葉をぶつけるのではない、ただ自分の主張をぶつけるのではなく、サイエンスとうまく連携させながらわだかまりやいろんなものを解除していくということを考えていく必要があります。だとするともちろん出発点は常にクールなサイエンス、クールな事実探求が出発点となっていきます。で、そうなってくるとじゃあどういうふうに考えることか、最初に申しましたように日本人は桜と一緒に歩んできたというのが日本社会論あるいは日本文化論の、定説となってきます。 でも実はこの定説自体もよく考えてみると、あるいはよく調べていくとあれというようなことが出てきます。で、例えばですね、これはいろんな形ですでに抱えていることなので読んだ方もいらっしゃると思いますけれども、日本の中で最も古い形のポエジー、ポエムを残しているのは言うまでもなく万葉集なんですけれども、万葉集の中にですね、桜を歌った歌が43首あります。でそれに対して梅を歌った歌は132首あります。圧倒的に実は梅が多いんですね。で、奈良時代は、梅を見ていたというふうに、これは結構国文学とかそういう中でも語られていることです。そうす
そしてそれが平安時代の初めに桜好きに転換するというのが桜をめぐる文化史の現在もかなり定説になっている考え方です。で、具体的に言いますとですね、最近はひな人形ってあまり飾らないんですよね。御所のですね、京都御所の紫宸殿、あるいはひな人形 の右と左に、木がそれぞれ植えてあります。で、現在のひな人形も、御所も全部ですね、左近の桜、右近の橘、という形で、設定されています。でも実はですね、これ紫宸殿が作られたのは、現在の形に紫宸殿が作られるのは、平城京以降ですけれども、平城京に作った時は、左近の桜、右近の橘ではなかったんです。左近の梅、右近の橘だったんです。で、それが、いつの間にか、正確な年は実は分かってないんですが、9世紀の後半に、梅から橘に変わったということが分かっています。で、もう一つはですね、先ほど歌の話が出てきて、万葉集の次に出てくるもちろん代表的な歌集は古今和歌集です。で、古今和歌集の中にもは桜の花が、たくさん歌われていますが、もう一つ重要な変化があります。それはですね、花という言葉で指されているものが、形状とか時期とかを勘案すると、ほとんどの場合桜であると判断できるんですね。実は万葉集で桜は32種、梅は132種、桜は43種、梅は132種って言いましたけれども、万葉集の中ではただ花とだけ書いてあって、判断に困るものがあります。で、実際これ判断に困ります。それは逆に言うとですね、古今和歌集だともう見て歌われ方とか時期とか鑑みると、あ、花と言ってるけども桜だなとすぐ分かってくる。つまり現在の言い方をすると、花のデファクトスタンダードが桜になっている。しかし万葉集ではそういう判断ができない。デファクトスタンダードがまだ桜ではなかったということがこれから分かります。で、そうした事実を、元にして、日本文化論とか文化史の中では、現在でもですね、梅から桜交代説というのが出てで、梅、これは、神戸の北の天神なんですが、具体的にはどういうふうに語られているかといいますと、平安時代の国風文化への転換の一環として、梅見は唐から輸入された外来文化で、本当はずっと桜を好んでいた。で、梅見とともに梅自体も移入された。こういう形で語られていることがほとんどです。つまりもともと日本人は桜を愛していた。しかし奈良時代になって、外の文化、特に、唐を中心とした中国文化の強い影響の中で、梅が入ってきて、梅見の文化というのが一時期桜の上にかぶさった。しかし遣唐使の廃止、あるいは中国や朝鮮半島の文化的交流の、あれは制度化がなくなっていったと言った方がいいんですけれども、それの文化交流のあり方の変化とともに、上に乗っていた梅の層が外れていって、本来の桜を見る文化、桜を愛でる文化に、ね、戻っていった。まさにこれ起源の話であり本質の話、つまり花を見るのは桜が起源であり、それゆえ桜が本当の花だということが日本の本質と結びついて語られていくという話になっている。で、これ典型的なある人の言葉が返ってきたので、で、実際日本史の本でもですね、吉田隆さんの日本の誕生だったと思いますけれども、この1-2-3の話というのは、よく見ます。で、かなりの程度、これ自身は定説化しているようです。現在ではですね、日本史の専門的な研究、まさにアカデミックな研究の中では、国風文化とは何かのこと自体がかなりの激しい議論の対象となっていますから、単純に起源や本質の話をしているわけではないですけれども、 1,2,3 の形で梅から桜へ日本の変化をたどり、
あるいはこういう形で平安時代の初期に日本というものが実際にはできてきたんだというような議論も、社会史関係ではされています。ところがこの辺がさらにアカデミックの面白さなんですけれども、さらに詳しく資料を見ていくとあれというようなことがさらにこの中からも、出てきます。実は先ほど申しましたように3つの命題から、ここですね、この桜か梅から桜への交代説、あるいは平安時代に日本というものができていったんだという話は、構成されていますが、まず3番目、梅見とともに梅自体が移入された、実はこれは非常に簡単に否定することができます。と簡単に言いますとですね、弥生時代の遺跡を掘ると梅が出てくるんです。梅の実も出てきて、まあ、梅の実だけですとですね、梅干しにして輸入した可能性があるんですが、梅の木もちゃんと出てきています。つまり少なくとも弥生時代の西日本の人にとって梅はすでにあった木になっています。でもう一つ言うとですね、実は魏志倭人伝、正確に言うと魏書東夷伝倭人の城ですけれども、そこにも梅が生えていると書いてあります。で少なくともこの辺から分かる通り、奈良時代の人にとってみれば梅はおそらく伝統的な昔からある木だったと思います。でそういう形で梅が自体が中国から入ってきたのだ、梅を見る梅見と同時に梅の木自体が中国から入ってきたのだということ自体は比較的簡単に否定されるとすると、列島の上では少なくとも弥生時代以降は梅も桜も見ることができたということがこのことから一つ分かっています。でじゃあ次は2の部分、これは結構ですね、考えさせられる命題ですけれども、2つの部分からなってきます。前半は唐から輸入されたということを主張しています。梅宮等から輸入された外来文化で本当はずっと桜を好んできた、これ社会調査での質問文で言うとですね、いわゆるダブルバーレル質問というものの一つで、一つの文章の中に2つの論点が入っている形になるので分解して検証にかけていく必要があります。とすると前半と後半、等から輸入された本当は桜をずっと好んでいたということを考え直していくと、後半部の検証をすると実はどうなってくるか、この辺はまさにですね、科学的な推論の過程にもなってくるわけですけれども、本当は桜を見ていた、そしてそこに中国の影響で梅を見るという文化が入ってきたというプロセスが仮に正しいとしましょう、とするとそこから導き出される桜の見方あるいは梅の見方についての、引き出される帰結があります。それは外来文化から遠い地域であればあるほどその影響は少なくなるはずです。つまり梅が中国から入ってきたのだとすると、梅の木や梅を見る文化というのは東日本にはあまり浸透していなかった。でつまり東日本において桜がどのように見られていたか、あるいは西日本と東日本で桜の見方に地域差が認められれば外来文化の影響だという仮説は少なくとも反証されないということが考えられます。で実際にはどうか、これ実はですね結構データが揃っているのでやれることの一つです。東国の東日本の人たちの歌というのが万葉集の中には、ワンセットで、全部入ってきて、これは、大友の、最終編集者と考えられている大友のやかもちのお父さん大友の旅人が、太宰の措置、をやった人なので咲森の歌を集めることができたのでそれが入っているんですが、それは東歌、これもですね、国語とか国文学の中で聞いたことがあると思いますが、東歌という一連 の, シーズあの資料群があります。で実はこの中に桜は一回も出てきません。でもう一つ、その中で、
地名が特定できる、桜の歌はですね43社あるんですけれども、地名ができるがさらに特定できる桜の歌は19社あります。でこれを逐一調べていった、あの研究者がいます。有岡俊幸という人の、桜の1、に出てくるんですが、まあ、これはもう地図を見せした方が早いです。黒がですね桜が和歌で歌われている国であり、斜線が梅が和歌で歌われている国です。で、見ていただいて分かる通りですね、梅は確かに、九州を中心として、歌われていますが、実は桜も近畿地方を中心として歌われているという特徴があります。で先ほど申しましたように、命題の2後半の部分はどうもむしろデータから反証できる仮説になっている。つまり先ほど申しましたように、外来文化の影響であるならば西日本でよく見られるということが言えるはずで、梅に関しては確かにこういうことが言えます。 でも桜に関してはやはり外来文化の影響が強い、奈良時代で外来文化の影響が強い地域を2つ挙げることができますが、1つはもちろん北九州です。そして2番目は、シルクロードの終着点と呼ばれる、あれ私あれ終着点ではなくてですね、あのシルクロードの支線の果てでですね、あのヨロタモイで言えばですね、支点終点に当たるのが正倉院だとよく思っているんですけれども、そういう地点はもう一つは奈良当時の平城京です。でそういう外来文化の影響が強い地域で桜は歌われていたということが言えるとなると、梅の前に桜が古い層としてあったということ自体もあれという感じになってきます。でそういう形で言うと、先ほどあの典型的にですね、挙げた万葉集、日本書かもしれませんけど、あの馴染まずに咲くやこの花冬ごもり、今は春べと咲くやこの花という有名なこれ歌がありますけれども、これが桜なのか梅なのかに関しては1000年ぐらい議論がありまして、ちなみに、古今集の花序、紀野津田幸が書いたところですけれども、紀野津田幸はこれは梅を歌った花だというふうにはっきり書いています。でもちろん桜の説も、あります。で私自身は実はこれ桜説なんですけれども、あのその辺は暇があった時には話しますけれども、少なくとも梅を歌うということはごく普通であり、かつ地域的に梅を歌われた地域と桜を歌われた地域はむしろ重なると考えた方がいい。であるいはですね、桜に関してあの日本の、天皇の死後の中で桜が初めて出てくる最後かな、出てくるのが、雨印国吉、はい、豊桜の彦の、スメラミコト、非常に綺麗な、あの漢字の並びですけれども、桜が注目され、桜というのがいわば名前の中に本当に登場してくる最初の、天皇は聖武天皇であり、それはまさに奈良時代の平城京を中心とした文化の中で出てくる、桜への注目という形になっている。でそうするとですね、むしろいろんなデータを突き合わせて見ていきますと、桜についての歴史も梅から桜交代説みたいな形で単純に言えるものではどうもないらしいということに、気づいていきます。で今のところですね、大体こういうふうに考えて一番データと、整合性が高いのではないかと思っている、桜と梅の経緯というのは大体こういうものです。まずはっきりしているのはですね、梅も桜も昔からあって、歌われていたという特徴もあるのですけれども、花自体を、鑑賞する文化、例えばですね、万葉集の中では花を詠めるとかですね、桜の花の歌、梅の花の歌という形で桜そのものを見ているもの、あるいは梅そのものをめでるような
歌や文化というのはどうも、奈良時代に出現してくるというふうに考えることができます。で、まあ、印象の中で多分一番年代が分かって一番古いのは天平2年730年の大友旅人作ぐらいにもなってきます。でその中で、梅も桜も橘も萩の歌も歌われてくるという、形で、歴史的な経緯が進んでいたみたいです。でそしてもう一つはそれからあと実はずっと桜も梅も同じように春の花として楽しまれてきた期間が続いています。で日記はですね、これはさっきの有岡さんもやっておられますし私自身も調べたことありますけれども日記や物語の中で言及される程度というのは、ほとんど同程度。例えばですねこれ一番分かりやすいんですけども、NHK が春になるとですね大体やる花とやる番組の中で桜の中にですね、丸々地方では桜の花が咲くとともに縄代の準備をしていきます、つまり桜の花と稲作の開始とがセットになるということをいろんな形で毎年毎年やっています。で実際そういう地域はたくさんあるんですけれども江戸時代の文献まで遡ってくると、梅の花が咲くと同時に稲作の準備をするんだよっていう農業史の本とかもちゃんとあります。これは、実はですね気温 と、稲の縄代作りの、時期との間の関係で決まってくるんですが必ずしも稲作が桜とともに行われるというのが常識化しているのは江戸時代よりもこちら側だということが実はいろんなものを読んでいくと分かります。でつまりで実際ですね江戸時代には梅の名所もたくさんありまして梅田の、梅屋敷、蒲田の梅屋敷等があります。で細かく見ていったときに、桜を、で実はじゃあ桜だけを見ていくのがいつの時期になるか、こういうのはこれはですね昔、書いたですね、私が書いた桜が作った日本というのは岩波新書に出ていますがそこで詳しく、書きましたけれども実は、桜がだけを見るつまり梅ではなくて桜がもっぱら春の花になるというのは日本においては大正期以降20世紀以降に起きてくる事象です。でそこには明治の、後半から爆発的に普及していくソメイヨシノというあの美しい桜の木が深く関わってくるわけですが、まあ、その辺の話はですねこちらの方を読んでいただくこととでそういうふうに梅と桜の歴史というのが関わってきています。で、まあ、すごく簡単に言うとですね、桜見も梅見も私たちが見るよう想像するような形だとむしろ奈良時代から始まった文化だと考えた方がよくそしておそらくそれは先ほど言ったように北部九州北九州と首都である奈良を中心として、展開していったようにそれはやはり中国から渡来した可能性が高いと考えられます。つまりそうしてみると桜見も梅見も長く続いてきたという点ではまあ伝統といってよいのではないでしょうか。少なくとも桜見が日本の伝統であるならば梅見も同じように伝統だと考えられます。そしてその伝統の一つをむしろ日本人は明治以降に忘れていったというのが、桜の歴史として考えていくのではないかというふうに思っています。でそういうふうにもう一回自分でデータを調べて新しいそういう形でより整合的な、仮説を立てるとこの辺は学問の面白さなんですけれども何を見つければいいのかが分かった瞬間に物事が見つかるという非常に面白い特性があります。これいろんな感じであなたたちもこれが経験すると思いますが私も、まあ、それ もう何度も何度も経験したんですけれども経験したこと実は今私が言ったことは民族学の開始者の一人である折口信夫が書いてることなんですね、彼はこういうことを書いています。花の話、中古文庫でいうと著作集の第巻に入りますけれども考えてみると奈良町の歌は桜の花を褒めていない。
鑑賞用ではなく、むしろ実用的なものを占いのために植えていたのであった。奈良朝時代に、花を桜を鑑賞する態度は信、中国の詩文から教えられたのであると実ははっきり書いてるんですね。で、おおとかやっぱり思って、やはり折口の直感的な感覚というのは凄まじいなというのを改めて思わされたんですけれども、実はそういうふうに考えていく、あるいはそしてそのことはデータでも、示すことができ、また実は民族学の、開始者の一人であり、もちろんあえて右か左かといえば右の側にのナショナリストに近い折口にの文章にもそういうことはきちんと書かれているというふうに考えていくことができます。じゃあ結局それは中国から来た、いわば中国起源の文化なのかというふうに言えるかというのが、まさに先ほどの明大2の前半の部分になっていくわけですけれども、ここから先がですね、なかなかある意味で、オリジナルな構図になっていくわけですけれども、さっきも言ったように日本から見たときに花をめでる文化が中国から入ってきたということはおそらく歴史的な事実です。で、データその他を見ても一番それが整合的です。でももう一つ考えることはあります。つまり、先ほど見たこれは実は1000年以上に来の長き1000年ごめんなさい1000年ほどではないな、1980年だから、まあ、700年、何百年もないから、まあ、1000年以上だごめんなさい1500年ぐらい続いてるやつなんですけれども、その意味では文化と言っていい、私も実際そのぐらい続いていれば十分伝統だろうと思うんですけれども、しかし外からやってきたということで伝統かどうかを判定するとしたならば、確かにそれは日本の伝統ではないと言った方がいい、渡来文化だと言った方がいい特性があります。でもでは梅の花見、梅を見るという形で花をめでる文化が中国からやってきて、それが日本に咲いている桜にも応用されることで桜を見るという文化が日本の中で成立してくるわけですが、じゃあもともとのたどっていくとどうなるかということを見ると、実はですねこれもあれっていうようなこと、実は、中国において梅というのはですね、司教からだから非常に長い間歌われているんですけれども、だいたい司教からですね、陸朝の文学まですごく簡単に言うとこういう歌われ方をするんですね、花も団子もみたいな歌い方をします。すごく簡単に言うとですね、梅は花もきれいで実もおいしくていい木だなというふうに歌われています。で花も団子なんですね。で同じように実は、中国の詩文の中で昔から出てくる花、桜と同じような花として桃もありますが、実はこれ桃も皆さんもご存知だと思いますが、あれも典型的な花も団子も、花もおいしいきれいだし実もおいしいというかですね、桃の花を見た人よりも桃の実を食べておいしいと思った人の方がはるかに多いと思いますけれども、実はそういう花の一つになっています。で、ではですね、実は、花自体をめでる文化、先ほど見せたように実は中国の伝統においても花をめでる文化というのは昔からあるわけではなくて、花を褒めるときに、梅を褒めるときには花も実もという感じで褒めていきます。で実は司教一番古い、文芸作品になってくるとあんまり花のことは出てきません、葉っぱやつるのことを、歌うという文化が、さらに古層に出てくるので、花自体をめでる文化は実は中国の伝統でもないと考えられる、やはり昔からあったわけではなくてある時期に出現してくるということが資料の中から分かります。じゃあ何が最初に中国の中で花をめでる対象として出てきたかというと、実は牡丹なんですね。で、これ、下落合にある薬王院という牡丹がきれいな花が出てくるけれども、実際中国のこれは牡丹についてはですね、ここまで、絞れると、ちゃんと調べる人が調べている人が何人もいるので後から出てくるんですけれども、牡丹のブームというのは具体的に言いますとですね、中国の唐代、だいたい紀元後
700年代前半に爆発的にこれは普及してきます。で、李白や徒歩が活躍した時代で長安や洛陽を中心として、流行していきます。つまり実は中国において最初に花をめでる文化が本格的に出現したのは日本でいう奈良時代とほぼ同時期にあたります。で、花をめでる文化の出現において実は中国と日本の間にあんまり大きな時間差はないんですね。どちらも、まあ、大体700年から800年の間に生まれてきています。で、そうなってきますとですね、唐という社会の、面白さというかあるいは特殊性を、この辺はですねもう東洋史の知識総菜になっていくんですけれども、実は唐というのはですね今ではかなり性格がはっきりしていて唐の王家王朝家、ファミリーネームで言うと李家ですけれども李家は漢民族ではなくて鮮卑系だというのが現在では定説になってきています。つまりあれは遊牧民の王朝なんですね。で特に800年代までは、遊牧民の影響が強いということはいろんな形で言われていますね。この辺は専門家ですとこういう形になってきてだいたいこういう感じの北中国を中心とした遊牧文化圏をむしろベースとしている、王朝であるというふうに現在では考えられています。まあ、こんな感じでですね、まさに当時のユーラシア大陸というのは、文化の交流をやっていたわけですけれどもこういう形の、展開になってきてそしてこのいわばまさに、シルクロードです、ね、こうした、ユーラシアの北部を中心とした、文化交流の一つのターミナル終着点が唐の長安である。ですからですね、唐の長安というのは当時における典型的な多文化都市の一つだったと考えられています。というのが現在では東洋史、東大史の、これも完全な定説となっている議論の一つです。つまり西アジア、西南アジアの文化が大量に流入されるというところがあります。でもう一つ、遊牧系の文化を非常に強く持っていたんだなというのが分かるのは実はですね、唐代というのは女性の社会進出がはっきり確認できる中国王朝の中では例外的な時期の一つです。例えば中国史の中で女性の皇帝はただ一回出現しますが部族典ですけれどもこれは唐の途中に出てきます。あるいは女性が乗馬するという習慣女性の外出自身をですね、中国の特に漢民族の文化の中では強く規制する天足という恐ろしい習慣があった時代もありますけれども女性が外に出ていくのが当たり前だった時代その意味でも例外的な時代になってきます。で、あとは宗教で言えば仏教が盛んだった時代もそうなっています。で、なのでこれはですね、むしろ遊牧民主導の社会や文化だったというふうに考えます。で、そうしたいわば、ユーラシアの北部の、交流の中で牡丹というのが始まりそしてその中で梅見の習慣も本格的に広まっていく。つまり花をめでる文化というのは、そういう形で中国に根付いていったのではないかというふうに考えられます。で、まあ、というとですね、結局何が言えるかというと、日本に輸入されたのは厳密に考えると梅ではないということもはっきり言います。で、そして梅見の文化でもないだろうというのが今言ったことから分かります。この辺はですね、サイエンスの重要なところですけれども、何がどう入ってきたか、例えば輸入された、渡来したというときに結構曖昧に考えちゃうんですけれども、それを厳密に考えていくとむしろ日本に入ってきたのは梅見というよりも花それ自体をめでる文化であり、それは花の種類は特定されず、つまり梅でも牡丹でも桜でも萩でもおそらく良かったのではないか。で、だけどもその文化が東アジアのいろんなところに伝播していく中でその場所に最も適した花というのが注目されその地域地域の文化になっていったのではないか。
で、そういう形で、桜の、花が生まれてきて、でそういう意味でいく と、ここで出てくるような形の、花をめでる文化というのは中国を起源として日本あるいは東アジア、に広がっていった文化というよりも中国にとっても外からやってきた文化であり、ここにも外からやってきて、そしてここを中心にいろんなところに伝播していたというふうに、考えられてくる。やっぱ、ごめんなさい、そういう形での、文化が、入ってきて、やっぱ東アジア全体での文化の伝用と伝播と変容の一環として考えられるのではないかと言います。でそうなってくるとですね、まああとはいろんなことが気になってきますが、例えばこれどっから来たか、細かい話でちょっともう時間が来ているので飛びますけれども、この辺はもう文書で追うことはできなくなるんですけれども、いろんな例えばデザインとか、文様印象みたいな、なんていうか石材みたいな、とこから見ていくと、どうも西アジアから来た、そしておそらく一番これがの根元にあるのはインドではないかと思います。花だけがパッと鮮やかに咲く花として、中国の中でデザインなどで入ってくる最初のスタイル形は実はロータス、ハスなんですね。でそういうふうになって、でこういうような形で正倉院のものにも入ってきています。で、すごく簡単に言うとこれ自体がむしろシルクロードみたいと同じような形で伝播してきて、西もしくは南アジアから、東アジアに入ってきて各地に入ってきて、それがさらに、東アジアの諸都市に入っていく。でその中で実は中国の花の文化も変容していく。でその中で、花自体をめでる文化というのが、定着していく。で、日本の場合でいうと特にそれが桜という特定の木とうまく結びついて、春を代表する花になってきたというふうに考えることができます。でつまり最初に言った梅から桜交代説からむしろ花のシルクロード説みたいな風に考えていった方がいいのではない。でこれは起源が外にあるという点ではおそらく日本でも中国でもどちらでも伝統ではないということを言った方がいいと思います。でも同時に文化が入ってくると同時にそれが各地域でいわば最も代表的な春の花、最も美しいあるいは印象的な花に結びついたといった点で言えば、むしろ各地域地域がそれぞれ持っていた伝統と外から来た文化が融合して育っていった、その意味ではまさに伝統というのにふさわしい文化の内容ではないかというふうに思っている。で、あとはですね、それこそサイエンスの話になりますが、仮説ができればあとは検証していくという作業をしていきます。で、検証のポイントになりそうなのはですね、いくつか、一つは、時期的に合っているか、今みたいな歴史的な経過をたどっていくと当然起きてくる事象のシークエンスは決まっていますので、そういうことの検討をやります。で、あとはですね、まあこれはさっき言ったように言えるわけですけど、もう一つはですね、これもサイエンスにおいて重要なことですけれども、桜がこういうふうに展開したとしたならば、同じような形で花をめでる文化の影響によって注目されるようになった花が各地域にあるはずです。つまり桜と同じような形で花をめでる対象とし、その地域における春のシンボルとなっていった花が他にもあるはずです。で、実はこれはいくつかの地域で、確認することができます。最初に言った梅というのも実はまさにこの、形で中国で
花をめでる文化になっていくことの一つです。で他にはですね、もう一つはっきり確認ができるのが、もうちょっと時間があるのでだだだと飛ばしていきますが、有名な花の中には、中国の四川省で入っている、花街道という、これも日本では最近よく見ますので、こういう形になります。実はこの花もほとんど同じような経緯をたどっています。詩文に登場してくるのはですね、700年から800年代以降です。でそれ以降を、実はこれ、現在の四川省の省の花にあたる花ですけどだったと思いますが、そういう形で出ています。でもう一つ同じような経緯をたどっているのはこの花です。デイゴですね。これは、琉球諸島を中心としてあります。で、琉球大学の、合格伝報は桜咲くではなくてデイゴが咲くというのは有名な、あるあるネタですけれども、そういうような形で、入っていく花に、なっていきます。で、そうやってくるとですね、朝鮮半島も当然、同じような経緯をたどってたどられていて、これはなかなかちょっとデータ圧倒的にやはり中国の影響が強くてなかなか難しいんですが、やはり似たような花があります。これはチンダルレという花です。カラムラサキツツジという花で、同じような咲き方を、していく、いわばそういうような、形でいろんな桜を見ていくと、後のところだと思って飛ばしていきますが、こういうような形で展開してきたのではないかというふうに考えることができる。いわば中国の唐の長安に外からやってきて、そしてそれが東アジア各地に伝播していく中で、その地域地域の春の花と結びついて春の、代表的な、花になっていくというふうに考えていくことができます。でやがて、そういうような中で各地各地に根付いていった文化は、その中でまた新たな解釈を受けていき、日本の場合でいうと日本人は桜を昔から愛してきたという形の、花のになっていくという形で、桜をめぐる歴史と時空というのが書き換えられて、最初に紹介した日本人は桜を昔から愛してきたという日本の固有の歴史型になってきたのではないかというふうに考えていくことができます。実はまあこんな話をですね、延々やっていって給料がもらえるとありがたいのですが、世の中そうも言えっておらず、世知辛いところがありまして、じゃあこういうようなことを、もちろん話自身としては十分いろんな人に楽しめる話だとも思いますけれども、でもあえて社会科学の中でこういうことを考えていくことの意義はどういうところにあるのかというのを少し、解説、もう少し最後の部分で解説していきます。実はですね、今もずっと説明した桜の花の歴史というところから何が見えてくるかというと、実は東アジアです。正確に言うと東南アジアも関わってくるので、アジア東部といった方がいいですけれども、国家と社会が見えてくるという特性があります。実はですね、東アジア東部の国家と社会というのは似た社会と異なる歴史という組み合わせを持っています。で先ほどの花をめでる文化でいうと、花をめでる文化という共通性の上で各地の独自性が、はらまえてきたという特性があります。そしてこの性格は現在の東アジアの各国家社会にも言えます。つまりそれは急速な産業化という共通性の上に、その進行の時間差という独自性を持って進んできています。それこそですね、源田先生の専門に近い経済学の話で言えば、東アジアをめぐる垂直的国際分業の一つがこういう形で展開されています。でそれはもっと社会の変化で言いますと、東アジアの諸社会は東南アジアも含めて現在ほぼ同じような経緯をたどりながら、歴史的に進行していきます。つまり人口の急激な増加から減少への転換の中で、工業の拠点の移転と分業体制、
例えば中国が世界の工場で今なくなりつつありますが、それもこの一つの、一コマの一つです。でその中で、例えば日本で言えば失われた20年を経験し、また新たな社会の変遷を向かって動き出しつつあるわけですが、これは日本だけの問題ではなく、韓国もまさに今起き始めていますし、中国でも起き始めて、おそらくベトナムでも同じように起きています。でそれに伴ってさまざまな共通の課題を抱えており、いた社会であるという形の共通性を持っています。でしかしその一方で現在抱えている問題というのは切実になる、の違いは出てきます。中国であれば急成長の歪みみたいな形で、経験していく。つまりこれはどういうことかというと、産業化の時間差の中で全部をいわば揃えていけばほぼ同じような展開をしているんですが、同時にそれぞれの時間差の中で異なる歴史を経験させて、あるいは異なる問題を異なる形で、同じ問題を異なる形で経験させられているという特性があります。まあそう簡単に言うとですね、そういう点でいきますと、おそらく東アジアというのは最初に東アジアの特性として、起源の言説が非常に強い、オーセンティックヒストリーの圧力がものすごく強いということを言いましたけれども、それは単にそれこそ伝統というだけではなくて、近代化以降の東アジアの各国家社会がまさにそれを気にしなければならないような形で展開していく。つまり歴史的な時間差を持って進んでいく。早い社会、遅い社会、そして早い社会はより豊かになっていくことができたという、時間的な速さと社会、時間的な前後関係と社会の状態とが関係してきている。そしてそれは逆に言うと、追いつく側からすると非常に強いプレッシャーと圧力を経験しながら追いついていかなければいけない状態になってきている。いわば共通性の中に時間差があり、時間差が現状の違いに強烈に影響しているからこそ、起源の言説のような形で時間差と正しさ、時間差と本物であるかそうでないかというような形を使った序列化の欲望という形が走っている。これがまさに近代以降の東アジア、東南アジアのアジア東部の歴史だというふうに考えることができます。でもう細かいところは吹っ飛ばしますが、そうなってくると東アジアの国家社会群というのはどういう課題を持っているかというと、国家社会ごとの独自性と共通性をうまく張り合わせる形でお互いの間の調整をしていかざるを得ないという特性があります。つまりこの点でですね、よくですね、相手なんかと言いますですね、ヨーロッパと同じようにアジアで国家連合ができるだろうという人は結構いますが、私は全く否定的です。どうしてかというと、今みたいな形で歴史の進行のあり方が西ヨーロッパとは格段に違う。で西ヨーロッパ特に時間差を持って進行した歴史を持ち、その時間差の違いが現状に大きく影響している状態においては、その間でそんなに簡単に共通歴史を作るなんてことはできないと私は正直思っています。でましてや欧州連合がですね、どの程度存続するのかもわからない時代において、そうした形で安易に共通性を構築するというよりも、むしろ独自性と共通性をいかに張り合わせるか、でその上でお互いにどのようにコミュニケーションし理解していくかというふうに考えていった方がいいのではないかというふうに思っています。でそういうことをいわば具体的な素材として考えていく上で、今ちょうどお話しした桜の春、あるいは花街道の春、チンダルレの春、デイゴの春、梅の春、いろんなものを入れていくことができると思いますが、そういうものは考えていくことができる。
そうした共通性と独自性を具体的なもので、体験し、その上で自分と他人、あるいは他人と自分みたいなことを考えていくいい対象になるのではないかというふうに思っています。で、例えば最後のところで、じゃあ具体的な貼り合わせみたいなふうに言って、どういうふうにこういうことを使うことができるのか、文化と社会という形で考えていくと、やり方は、実はこれも一つではないです。ちょっともうこの時間で話しがないですけど、社会科学におけるもう非常に重要な思考の一つは複数性というのをいかに潰さずにずっと考えていくかということの一つです。で、その複数性はいろんな面があります。いろんな面がありますが、複数性がもう一つ出てくるのは、常に社会科学においては解決策は複数用意しておいた方がいいという面にも現れています。で、実はこの場合でも、複数の解決ということを考えていきますけれども、例えばですね、これはまあ今の話から分かる通りです。ずっとやってきた話、まあ、メイン、ラインだったのですぐ想像つくりますけれども、こういう知識を使って起源と時間差の形而上学ということを解体していくことができます。それはですね、本物争いをやることの無意味さと、でもいろんなものが伝わって受け入れられていくことっていうのはやっぱり楽しいし美しいのではないかというふうに思うことができる。まさにクールヘッドとウォームハートの話になってくるわけですけれども、それをそのまま使っていくと、梅桜交代説の正体というのを考えていると、結局これってやっぱり起源の形而上学、起源の言説の中の本家争いの一部だったと考えられます。で、起源に近い方が本物で正しいという固定観念があるからこそ、例えば梅見が花見の起源ならば桜見は偽物であったり劣化コピーだと考えてしまい、それを否定するために本当は桜をずっと見ていたという対抗神話を自分の中で構築するということになってきます。それに対して桜の花のシルクロード説みたいなふうに考えると、花をめでる文化という共通性の上で各社会ごとの花を育むという独自性、共通性がありかつ独自性があるという形で言うことができます。で、そして電波が起きたということは歴史的な事実であるから時間差はある、でもそれによって独自の花の息が消えるわけではない。つまり今見たように、花をめでる文化がインドから来たものだとしても、毎年4月に私たちの前田で咲く桜の花の美しさが損なわれるわけでは全くないというふうに、考えていくことができます。で、もっとさらに詳しく言うと、電波のもとも複数考えることができますが、まあ、その辺はちょっと、考え直していく。で、それをさらに、考えていくと、実はですね、これと全く同じような形式を持つ電波と交流と変容の歴史的な展開というのを、もう一つ別の事実で見つことができます。これはもうほぼ今の話でお気づきだと思いますが、今から150年前に起きた東アジアの産業化が、実は全く同じようなプロセスで展開していきます。花のシルク道路説にあたる、いわば最初のターミナルは言うまでもなく日本帝国の首都であった東京です。西ヨーロッパやアメリカから産業化が東京周辺に伝播し、それがさらに日本の各地や東アジアの各地に伝播していく、そういう形で共通性の上に独自性が育まれたという歴史をたどって、つまり図で書くとこんな感じになります。で、それを花のシルクロードで言えば、まさにこういう形で描けるわけです。で、こういうことを踏まえると何が言えるか、さらに応用のさらにもう一つの展開になっていきますが、こうした形で言えるのは、いわば花をめでる文化と産業化の間がエクイバレントである、等価である、同じ形式を持っているということを確認する。そのことによって言えることはどういうことか。例えばこういうことが言えます。東アジアの花をめでる文化は唐の長安が起源で、そこでの姿が本物だ
ということを言いたい人がいたとします。まあ多分中国の人はこれを言いたい人は結構いると思います。でももしそうだとすると、同じ根拠で次の命題が成り立ちます。東アジアの産業化は日本の東京が起源であり、そこでの姿が本物である。つまり中国のボタンの文化が本物であり、日本の桜がそのコピーで偽物だとしたならば、産業化というのは、東アジアの産業化は東京の姿が本物であり、中国の姿は偽物であり劣化コピーであるということが言えるはずです。で、同じことは逆転させることができます。日本の桜の花見が独自のものだということを認めるのであれば、例えば韓国や中国の産業化も独自のものだと認めるべきだと思います。つまりいろんな形での歴史の語り方、書き方はあります。で、先ほど申しましたように、東アジア、アジア東部の国家社会は時間差を伴って大きな変化が頑固していくという特性を持っているので、簡単に共通歴史、標準化した共通歴史を構築することはできません。でもその中でもお互いにコミュニケーションをしていくことはできます。その時に重要なことは、どちらの形で歴史を書くことがあり得るとしても、ダブルスタンダードはできない。そういう形でいろんなことを考えていくことができます。で、これはもう私の、もろ専門になってきますが、こういう形で社会を考える、社会科学を考えていくという形で理論を構築した、有名な社会学者がニクラス・ルーマンというドイツの理論社会学者です。で、彼はその本の中で繰り返しオートロジーという言葉を使います。これはルーマンのオリジナルではなくて、フリッツ・フォン・ハイダーが、ビトゲンシュタインの、論理学的探求をもとに考えついたアイデアですけれども、具体的に言うと、これは話は実は全く簡単な話です。自分に当てはまることは他人に当てはまる、他人に当てはまることは自分に当てはまるという考え方です。で、それは別の言い方をすると、共通性と独自性を起源と時間差の形而上学にではなくて、オートロジーの透過性に結びつくことができる、そういう形で過剰な意味を解除していくことができる、その一つの事例だと考えられます。つまり延々やってきた花をめでる文化の歴史、花見はいつから始まるのか、なぜ日本人は桜はああいうふうに愛しているのかみたいな歴史的な探求は、最終的に遡っていくと、まさにこうした共通性と独自性の中で歴史をどう考えることができるのか、あるいは自分の国の文化を、他の国の文化をどのように位置づけることができるかという、まさにアップトゥーデートな課題に対して非常に大きな示唆を与えてくれる題材だというふうに考えることができます。いわばそこからですね、等価な複数の歴史を考えることの意義と可能性、そしてその中に入ってくる自分が正しく他人は正しくないではなく、自分がもし正しければ他人も正しい、他人がもし正しければ他人が正しくなければ自分も正しくないという形で、ダブルスタンダードを禁止することにより、共通のコンセンサスということは難しいにしても、お互いにコミュニケーションを取り合う、その中で自分と他人の違いと共通性をさらに見出し、どのような関係を構築していくのかを考える材料になる。まさに桜花の時空というのはそういうふうに考えていくと、この、学術俯瞰講義の主要なテーマであるCool Head and Warm Heart のとても良い材料になるのではないかというふうに思っています。で、身近な形で持っているものが実はいろんな複合体としてできている。で、その中でいろんな位置づけと交流と、そして自分と他人のことを考えていく、社会科学というのはですね、根本的には同じ人間同士が自分と他人のことを考えていくサイエンス、その中でここの、この、学術俯瞰講義の共通テーマであるクールヘッド&ウォームハートがどのような意味を持つか、
そしてそれがどのような形でむしろプラクティカルに使えていくのか、社会の交流あるいは社会国際関係をどう考えるかにまで発展することができる、重要な題材であるということが、ご理解いただければ、この私の講義もそれなりの成果があったのではないかというふうに思っております。じゃあ、ご清聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。久しぶりに佐藤さんの話をゆっくり聞けて堪能しました。お手元のパンフレットの中に今日の説明で、生死の空間の強烈な磁場の中でどうすれば複数性と多元性を保ちながら固有な何かを見出していけるのか、論理と心情の冒険というふうな表現が書かれています。おそらくもう私が細かく繰り返すまでもなく、この書かれた意味がこの90分近くの時間で皆さんの中でこう深く腑に落ちたんではないかと思っています。じゃあ改めまして佐藤先生、本当にありがとうございました。